さあ始まりましたよ。始まりましたね。日本の夜景夏だよ。新春シャショショセッションやスペシャル。新春ですね。もう新春だぜ。もう春だよな。春と言ったら餅つき。餅つき。餅つき月見。月見。月見そば。月見そば。せいや。せいや。たこ焼き。たこ焼き。サムライ。たこ焼きはちゃう。サムライもちゃう。うん、まあそういう感じですよ。そうですね、世の中はね、はい、そういう感じに回っていますよ。はい、世の中というのはですね、うん、ほんまに世知辛いもんですからね。世知辛いもんですね。そりゃね、だってもう昔なんてね、昔なんて、昔なんて、ね、昔なんてみんな裸ですよ。みんな裸でしたよ。みんな裸なんですよ。そうなんですよ。そりゃね、ちょっと酒飲んで裸になってね、公園におってたね。そうだ、あんな怒られ方するんですから。おお、そらそうだよ。世知辛いもんでさ、世知辛いもんだよ。やってられまへんで、ほんまにもう世の中はねえ、ほんまに、うん、ね、いや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 、いかんよね。はい、いかんよ。いかん、もういかん。いかんせん、なんですか。いかんせん、あれだよねえ、なんかあれだろ、みんないろんなあれが流行ってよなんか口にやるだろう、いろいろ。ああ、やりますね、口に。口にするものは一つでいいんだよ。口にはやらんといてほしいですわ、僕は。おお、ほんまに口だけは大事なんだよな。口はほんまにやめてほしいですわ。口は大事だから。はい、はい、鼻とかは別にいいんですわ。そうやな、鼻とかね、うん、もう、足の指の爪とかもどうでもいいです。おお、いいよ、いいよ。はい、口だけはな。口はね、ほんまにやめてほしいですわ。正義やからな、口は。そうですね。おお、はい、もうね、やっぱ口は大事だわ。口がいいよね。はい、うん、まあ、夏やからな。そうですね、夏といったら口。夏と口やろ。暑いよ、口は。それ暑いっすよ。暑いよ、口はね、ほんまに。口うまいに越したことないからね。そうですね、口はうまい方がいい。うまい、うまければいいですね。そらそうやわ。そんなの越したことないっすね。そりゃ、はい、もうね、もううちがないですね、これ、うん、もうさっさとやめた方がいい、ね、まあ、いろんな意味で含んでるっていうことでね。まあ、意味はね口には含まないですけど、何もまあね、まあそういう感じ。よだれみたいな含む、ね、まあね、こうやって始まりましたはい、日本の夜景。はい、なんとね、この間はい、2週間に一遍ぐらい撮っていくと言ったにもかかわらずね。そうですね、このサボりですよ、このサボりですよ、はい、最低ですね。はい、リスナーの皆さんに申し訳が立たないと。ほんますね、ほんまに何も立たない。おう、そんなもんじゃ、そんなもんじゃ何も立たないそうだよ、何も立たない、そんなもんじゃ、はい、立たす顔がないよ、ほんまに。ほんま、そういうことでね、はい夏といえば、夏、花火大会。ああ、花火大会ね。スイカ割り。はい、宇部のね。はい、宇部の話だよ。宇部はね、うん、宇部釜ですかね宇部の花火大会といえばね、宇部の花火大会ね、絶好のね、はいはい、まあポイントがあるじゃないですか。ねえ、僕はね、蚊がうざかったっていうだけのことしか覚えてないですね。ああ、室内やな、そこはバッチリ室内やな。そうね、すごいですね。あそこはね、1年前から予約が埋まるらしい、あの日だけはね。おぉ、宇部の花火大会の日は。うん、ピレルに集合だ、みんな。ピレル、あ、ピレルですよ。ピレル、あー、ピレルね、ピレル、ピレルだよ。あ、ピレルですね。ピレルね、僕多分ライターめっちゃ持ってますよ。そうやなライターくれるんだな、なんかしらピレル、ピレルのライターね、うん、あとタオルね、タオルね。おぉ、いや、ああいうのってね、持って帰りますよね、なんかしない。そうやなピレルはな、うん、あのマリンデートスも持って帰ってそうですね、マリンデートスはね、結構ね、いいんですわ。なんかみんな言うね、はい、うん、憧れる感じだね。うん、なんか家みたいですね。まあまあね、そんな変な話、変な話じゃないよ、うん、ピレルの話だよピレルだよ、夏だよ、ピレルだよ、バカ野郎ね、詐欺師さん尊敬してるそうですね、はい、そうだよ、ほんまにね。まあね、こんなところでね、はい、ちょっとね、今日は真面目にね、ああ、歌でも歌おうやと、はい、歌っちゃおうやと、はい、夏は歌うっすわ。おう、ああ、夏はね、口ですからね、口で歌うと、口
口で歌うと。じゃあどこで歌うんだ、口以外。口以外どこで。いろんな口があるぞ。口やぞ。口はいろいろぞ。どこの口な。口があるぞ。口はなんだ。口っていうのはなんだ。いや知らんさ。知らんさ。おお知らんわな。口はなんだ。でもね、早く、頑張ってやって。あ、ちまう。はい、イエーイ。よし、ちょっとやるぜ。おいえ。おいえい、新曲だぜ、イエーイ。ブラブラた街のくたびれ。踊り出したね。また踊り出したね。ノリノリ。いいね、いいね、オッケー。ロックンロール。ロックンロール。じゃあサビ行くぜ、イエーイ。You happen to know言ってるの時々僕が悲しむこと Tell me yes or I know 答えたくないの本当の気持ち教えておくれ Yeah! やったぜ今ミスチルみたいですね。おーまもうなんかTicket to Rise 的な感じですよね。呆れるくらい君への目行きましょうかね。行きましょうか。新曲をね。いやもう新曲もうめんどくさいんでやめますもう何やりますか。何最近何の曲作りましたっけ僕。えGet to life。 新しいね、新しいね。コード分かってしまった。じゃあ最初に Say Yeah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  好きです、好きです、ここ Say Yeah Say Yeah Say Yeah 何やりましょうかね。ねまあもう、ほら、いいっすよ。いけいけいけコーヒー買って帰ろう。うんこを踏んづけて帰ろう。何もいいことなんてないよ。だからうんこ踏んづけて帰る。テレビゲームのしすぎて漫画本を読みすぎて人を殺す理由にならない。だからうんこ踏んづけて帰る。わーわーバラバラボーイ。せちがない世の中だから。わーわーバラバラボーイ。美しくあれ。ウェイスイヤースイー。ということでね、おーいいね。これもうね、あのね、この板ストラップがないんだよね。ほんまそういうことですよ。めんどくさいんですね、これね。歌のコーナーをお楽しみいただいたんですけど、はい、ストラップなしで。ね、まあ、いい感じですよね。おー、やばいやばい。うん、もう8分半だ。迫り来る時が、時がな、僕たちを追い詰めて、うん、たとえ、あれしようとも。断崖の絶壁に立つように。何のポエムを読んでんの。尾崎豊がそれと言ってました。知らんけども。何でしたっけ、永遠の胸という。永遠の胸、断崖の絶壁に立つように。いい曲だね、永遠の胸。はい、永遠の口っちゅうのも作ってほしいよ、ね、口は必要だ。口は必要だよ。夏だよ、夏だよ。バカ野郎、バカ僕よじゃあね、ちょっとお知らせしましょうね。しましょうね。はい、1分しかないからね。あ、はいはい。じゃあね、じゃあ、うん、この僕が、もう忙しい忙しいからな。うん、8月の29日の土曜日な。シャッター閉まります。はい、パニック、パニックの日や、パニックの日、はい、1時から8時半ぐらいまで、はい、まあ、1日中ね、はい、いろんな、まあ、バンドがね、はい、まあ、アコースティックも含めて10組ぐらい出るイベントがあるんだ、はい、ビッグマウス2009というイベントなんだ、はい、バカ野郎、バカ野郎この野郎。阪急の西宮駅から駅2つ、アプリコートというですね、ホールの大ホールを、ホールの大ホール、うん、大ホールを借りてたな、うん、そうだ、いっぱい出るんだ。龍馬も出るんだ、大も小も出る、ペンチコツも出るんだ、東郷明子も出るんだ、いろんな曲から出るぜ。紫も出るんだ、ハニーも出るんだ、スケルトンライヤーも出るんだな。それは20両が1500円だ。おお、安いぞこれは。出入り自由ということでな。おお、あーもう1分もねえよ。あー、うん、はいはい、50分もねえ。そういうことだ。じゃあこれで終わるぜ。イエイ、せいや。バイバイ。